ザ・クリスタルズは、ニューヨークで結成された、アメリカの女性ボーカルグループ。1961年から1964年に、かけて、フィル・スペクターのプロデュースにより、恋のアップタウン、ヒーズ・ア・レベル、ハイ・ロン・ロン、キッス・デ・ダウンなどのヒットを量産した。1961年に、バーバラ・アルストン、メアリー・トーマス、ドロレス・ディ・ディ・ケ・ニー・ブリュー、マーナ・ジラード、およびパトリシア、 パッチライトの5人で結成され、すぐにフィル・スペクターのレーベル、フィレス・レコードと契約。彼女たちの最初のヒットは、1961年11月にリリースされた、ゼアズ・ノー・アザ・ライク・マイ・ベイビーで、ビルボードの20位まで上昇した。続いて、バリーマンとシンシア・ウィルのペンになる、恋のアップタウンが2曲目のラジオヒットとなる。この後、妊娠したジラードに代わり、 ドロレス・ララ・ブルックスが加入。1962年、キャロル・キング、ゲリー5品作の、ヒー・ヒット・ミーは、歌詞に問題があるとされ、ラジオでもあまりかからずビルボード・ホット100にチャートイン、しなかった。フィル・スペクターは、ヒー・ヒット・ミーの失敗後すぐ、クリスタルズを使って、ジーン・ピット・ニー作の、ヒーズ・ア・レベルをレコーディングしようとしていた。しかし、 ニューヨークを拠点とするクリスタルズは、ロサンゼルスに本拠を置くスペクターの下に迅速に移動できず、他のバージョンがリリースされないうちにこの曲をプロデュースしてしまいたかったスペクターは、LA にいたダーレン・ラブと彼女のバッキンググループのブロッサムズを使ってレコーディング、その音源をクリスタルズ名義でリリースしてしまった。この曲は、クリスタルズを少女グループからワイルドな大人の歌手へ、 イメージチェンジさせることになり、後のグループへの布石にもなり、皮肉なことに全米ナンバーワンにまで上り詰めて、グループ最大のヒットとなった。続く、愛しているんだもの、ヒーズ・シュア・ザ・ボーイ、アイ・ラブも、同じく、ラブとブロッサムズの歌唱が使用され11位まで上昇した。クリスタルズ名機の人作レッツ・ダンス・ザ・スクリューパート I は、当時のラジオでは、オンエアされる可能性が、 極めて低い6分近くの長い曲で、短いフレーズを繰り返すだけの単調で、無表情な歌詞と、スペクター得意のウォール・オブ・サウンドとは程遠い、薄っぺらなバッキングで構成された、ポップミュージック史上最も奇妙な作品の一つである。このレコーディングが、本当のクリスタルズのものか、ラブブロッサムズのものなのかは今もって不明である。結局この曲は、シングルとしてリリースされなかった。 レッツダンスからの謎多いレコーディングの時期を経て、1963年には本家クリスタルズが彼女たちの名前の下レコーディングに復帰。しかし、この時点でメアリー・トーマスは結婚して他のグループに移籍。同時にデビュー以来リードを務めていたが、元来シャイでステージに弱かったバーバラ・アールストンに代わり、ララ・ブルックスがリードにコンバートされた。 レッツダンスに続く6枚目のシングルは彼女たちの代表曲となるハイロンロン。この曲も最初はダーレンラブとブロッサムズによってレコーディングされたがリリース直前になってスペクターはラブのリードのみをララブルックスのものに差し替えた。曲はアメリカ・イギリス双方でトップ10ヒットとなった。続くキスでダウンはヒーヒットミー以来 本来のクリスタルズが全員レコーディングに参加した曲となった。しかし、ヒットシングルを量産していたにもかかわらず、ラブとブロッサムズの一件、ロイヤリティに対する不満、またスペクターが1964年以降クリスタルズよりもザ・ロネッツに力を入れ始めたことなどにより、グループとスペクターの関係は徐々に悪化していった。1964年にリリースした2枚のシングルは、 いずれも、商業的には惨敗。グループは、フィリーズレコードを去り、ユナイテッドアーティストに移籍する。同年ライトがグループを脱退し、公認にはツアー中に、グループと知り合ったフランセス・コリンズが加入。その年の終わりには、アルストンが脱退し、グループは、トリオ編成になった。トリオ編成で、マイ・プレイス、ユー・キャント対、エーグッド・ガールダウンの2曲をレコーディング。 1967年に弱小レーベルのミシェルレコードからもう1枚シングルをリリースした後、グループは一旦解散した。しかしその後1971年に再結成。現在も唯一のオリジナルメンバーケニー・ブデューを中心に、2002年加入のメルソール・トリー・アントワネット、2005年加入のパットリシア、プリンチェット・ルイスの3人組で活動中である。 バーバラ・アルストン・リード・ブヨー、ダーリー・イン・ラブ、リード・ブヨー、ドロレス・ラ・ラ・ブルックス・リード・ブヨー、アルバム、ザ・クリスタルズ・シング・ザ・グレイテスト・ヒッツ、ボリューム1には、そのタイトルとは裏腹に、新読音曲4曲が収録されていたが、クリスタルズ名義で収録されていたそれらの、新読音曲が、実はすべてロネッツによる歌唱であったことも現在では、明かされている。ありがとうございます。